はいえー、今回は、ヘンリー・ジェームズという人のワシントン・スクエアという本を読んでいました。ヘンリー・ジェームズはアメリカ人なんですけども、れイギリスの人たなんですね。この本の舞台は一応ニューヨークなんですけど、19世紀後半の。なんか、ニューヨークということがわからなかったら、もう一見これ、舞台はイギリスじゃないかというぐらいイギリス風のタッチな内容なんですね、買い方なんですね。はい。 えねまあ、内容的にはもう非常に筋書きは簡単でこの表紙にいる女性ですけどキャサリンっていうんですけど、まあ、あまりこう美人ではない方なんですけどもお父さんがお医者さんでお金がまあ一曲あってでそのお金目当てにですねこのキャサリンに若いハンサムな男性が、まあ、プロポーズするわけですけどね。 当然、お父さんは,そはお金を見当てて分かっているので、娘にちょっと時間をかけて、それでもれ結婚したかったらあのちょっと考えてみっということで、娘を連れてヨーロッパに出かけるんですね、ニューヨークから。で最初、半年ってのが1年になるわけですけれども、その間家、家にはですね実際にはあのこれ3人で住んでるんですね、お父さんの医者と娘と、お父さんの妹の人ですね。まあ、この人が このキャサリンという主人公の女の人から見ればおばですけどもでおばがそのニューヨークの家を一人、えー、見てるんですけどその間その男性がですね若い男性がおばのところにずっと会いに来て、まあ、キャサリンの、まあ、に結婚したい子ということで、えーまあ、ずっと来るわけですねでおばはおばでですねお金を見なくて別に構わないじゃないかと。 他にあるんだからということで、非常にこの若い男性気に入ってしまったんですね。で、1年経って帰ってきて、それでも娘の気持ちが変わらないっていうのは分かって、お父さんはあの娘に言うわけですね。自分が死んだ後でも絶対彼女は結婚しないでくれと約束してくれと。でも彼女は約束できないって言うんですけどね。ほんで、長いしてるときに、もう彼がですね、あのあのお父さんが癌として、 聞かないから結構許さないってことで、まあ、駆け落ちしちゃうと、えー、財産がもらえないってことで、まあ、でも彼女のお母さんの財産はちょっとあるんですけどね、やっぱりお父さんが残している財産がすごいので、あの駆け落ちをしないで、えー、一人、まあ、一応、まあ、さようならというか、あのもう別れましょうみたいな感じのことになるわけですね。で えー、そうこうしているうちにお父さんが70歳の時に風,風をこじらして亡くなっちゃって、もうこの女性は40を超えていくんですけども、で20年ぐらい経ってね、その彼氏がまた戻ってきて、ですね、えー、おばを通じて会いに行きたいっていうわけですね。でまあ、そんなもう会う必要はないっていうわけですけど、勝手に彼が会いに来るわけです。を通じてですけどね で会ったんですけども、最終的には、いや、もうあなたとはもうね、友達にもなもうれないし、もう会いたくないってことで、終わって、いつものように彼女はあのいつもの生活に戻るという、本当にこの感動のない、えー、生活を送る、感動を表さない女性の話なんですよねもう感動って言んですかね。 親に対して怒ることもしないし、忠実で、まあ、父親を恐れているというのもあるんですけども、あの非常に忠実な人で、感情を表さない、声を入り上げることがほとんどま,まずない。それも表にも出さないし、そういう意味で、あ同じ、まあ、恋愛ものでも一番感動したのはジェーン・エアですけどね、特に最後なんですけど、ジェーン・エアは非常に浮き沈がアップスダウンズがあって、面白かったんですけど、 これもただフラットですね。とフラットな状態。前回読んだプライドプレジディスもそんなにアップスダウンがないんですけど、それよりもはるかにフラットですね、この話は。そういう意味で、本当はもうちょっと奥深いものがあるのかもしれませんけど、グラン・オグリーンは結構いいこと書いてましたけどね、論調に、論評に。 なんか私としてはこういうのは受け入れがたいってことで、ちょっとプライドプラジスもそうだし、今回もそうなんです、恋愛ものなので、今回恋愛ものって知らなくて買ったんですけども、当分恋愛ものをやめて、次小説読むときは、アドベンチャー関係にしようかと思います。はい。ということで、次回はまた、えー、今度は、フィクションを、ン今フィクション読んだので、次はノンフィクションを読みます。